アイテム番号 SCP-490-JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-490-JP は USB メモリ内に保管し、セクター42の収容ロッカー内に保管してください。アクセスにはセクター42のセクター管理者による許可が必要です。POI-490-JP はセクター63の標準人型オブジェクト収容室に拘束服をつけた状態で収容します。POI-490-JP には通常の食事を日に3度与え、POI-490-JP の治療プログラムであるプロトコル864の手順に従い薬物を投与してください。SCP-490-JP、B が罹患している精神障害の治療のために、プロトコル864で指定された担当職員は毎日カウンセリングを行ってください。担当職員は対象の自殺を防ぐために非致死性の催眠ガス銃を携帯してください。説明 SCP-490-JP は過去改変能力を持った 325MB のアプリケーションで、Windows OS で作動します。SCP-490-JP のインターフェースは単純なものであり、起動すると対象の情報を入力する項目及び口述する、ベクソン語り、で、消去、と書かれたボタンのみが Windows 内に存在します。ボタンを押すことによって一時的に大きなヒュー無知の変化及び時空連続体に対する干渉が観測されますが、エラー対象が存在しません、というウィンドウがポップアップし、ヒューム及び時空連続体への干渉は停止し、改変はなされずに終わります。SCP-490-JP は研究による推測では口述する国家、ベクソン、の内側でしか効果を発揮せず、また特定の何かを消滅させ、ベクソンの国民や、ベクソン以外からその存在についての記憶や記録を消去するという形で作動したと考えられています。SCP-490-JP には一度だけ作動した履歴が残っており、履歴の日付である、編集済み、都市には大規模なヒュー無知の変動がエンド洋沖で観測されています。POI-490-JP はモンゴロイドの男性で、ベクソンという未知の国家の国民を主張しています。POI-490-JP はインタビューで、ベクソンは、インド洋に存在する細長い島国であり、四季があり、精神的な文化を重んじる長い伝統と王朝を持つ国家、であると主張していますが、インド洋にそのような島や国家は存在しません。POI-490-JP はオブジェクトが、ベクソン語、と称する、語順が日本語に対する OV 順の、おそらくアルタイ諸語に属する言語を話します。POI-490-JP の発見時の所持品は以下の通りでした。SCP-490-JP のアプリケーションが導入された、Pixel T-EP というロゴが印字されたノートパソコン。Pixel T-EP なる企業は存在しないことが確認されている。OS は Windows 7であり、言語設定は、ベクソン語になっている。インストールされているウェブブラウザのブックマーク、履歴にはドメイン、PC のアドレスが大量に記録されているが、PC、ドメインは現在存在しない。浸水の結果故障したものの、財団によってデータを復旧された。編集済み、型番の iPhone。言語設定は、ベクソン語り、となっており、で始まる電話番号の桁番は現在存在しないものである。320枚写真が保存されており、被写体は未知の都市や風景、おそらく、ベクソン、のものと思われる、POI-490-JP 及び家族と思われる初老の男女2名である。浸水の結果故障したものの、財団によってデータを復旧された。禁煙用のニコチンガム、黒化芯。ベクソン語、によってロゴや成分表示が印刷されている。メーカーとして、ケルツェラ社、という名前、及び電話番号、メールアドレスが記載されているが、いずれも存在しない番号、アドレスである。合成比較の財布。中にはローマ数字及び、ベクソン語り、で印刷された紙幣、1000アロと書かれた紙幣が2枚、50ゼロアロと書かれた紙幣が1枚、1アロと書かれた紙幣が3枚、と硬貨、50アロと書かれた硬貨が1枚。10アロと書かれた硬貨が6枚、1アロと書かれた硬貨が8枚、が存在する。1000アロの表側にはアジア系の未知の文明の民族衣装を着た初老の男性が、50アロの表側には木造建築の寺院と思われる場所が、100アロの表側には同じくアジア系の未知の文明の民族衣装を着た若い女性が印刷されている。しかし、レーザーによる印字など、偽造防止のために精巧に印刷されている。携帯用のティッシュペーパー。スーツ姿の初老の女性の顔と、ベクソン語の、移民に仕事を与える前にベクソン人に仕事を、という言葉が印刷されている。
POI490JP の証言によれば、反移民を呼びかける政治運動のデモが配っていたもの。POI490JP はインド洋の沖合を漂流しているところをヒューム地の変動の調査のため派遣された財団の探査船に発見され、保護されました。POI490JP が所持していた物品が偽造されたものにしてはあまりにも凝ったものであること、そしてヒューム地の大規模な変動によって、SCP-490JP 及び POI-490JP は収容の対象となりました。年齢は自称36歳であり、肉体年齢は首長と同程度の加齢が見られます。過去に2度自殺未遂を行ったため、現在の特別収容プロトコルが認定されました。POI-490JP-B は現在自由特な抑うつ状態にあります。ホイ POI-490JP-B へのインタビュー記録。担当者処置博士。未公開話は POI-490JP の母語であるベクソン語による会話ではなく、POI-490JP が後天的に習得した日本語で行われました。録音開始。処置博士はい、ということで、インタビューを行いますので。POI-490JP、貧乏ゆすりを続ける。映像記録76、B421、CA874 にある通り、POI-490JP はこの録音記録を開始する前から貧乏ゆすりを繰り返していた。処置博士聞いていますか？回答が難しいのであれば本日はインタビューは取りやめますが。POI-490JP いや、言いたいことは山ほどある、けれど、どれから言えばいいんだ。処置博士をちっちゃく言ってくださいね。時間はたっぷりと取ってありますから。まずは質問に答えてください。あなたはベクソンという国の出身者だったと聞いています。それはどういった国だったのか、教えてください。POI-490JP、いい国だった。四季折々の美しい自然、内面の充実を重んずる哲学、伝統のある王朝。いい国だったよ。けど、ずっと不景気で、だんだんとみんなギスギスがひどくなってた。毎日反政府デモと保守派のぶつかり合いなんかが起こってた。結局、その辺が原因だったんだろうな。処置博士踏む。なるほど。その国がなぜ消滅したのか、教えてくれませんか。POI-490JP 最初は極右団体。金ポゲと円月島の会。って名前の団体の学者が作ったんだ。ベクソン国立大学の、編集済み。っていう教授がマスコミに発表した。この装置は特定の思想を持つ人間を、ボタンを押してから30分以内に消し去ってしまうものだと。ベクソンの国民の記憶以外からは、痕跡すら残さず消してしまうものだと。外国は何が起こったかもわからないから、逃げたり国際問題にしても無駄だと。これによって共産主義勢力や売国同国家から一掃し、国家の海を出すのが目的だって宣言して、それに従わなかったらこの装置によって処刑すると。処置博士その教授が国家を消してしまったのですか？ POI-490JP や、教授が最初に消したのはマスコミだった。左派的な言動を中心にしてた新聞社がきれいさっぱり消えてなくなった。その日の夜に教授が殺された。極左団体の、全ベクソンの平和を祈る会、が教授の家に忍び込んで、パソコンを奪って、次の日には、金ポゲと円月島の会、のメンバーが全員消去されてた。処置博士報復ですか。POI-490JP や、どっちかといえばもともと対立し合ってたんだろう。問題は平和の会の襲撃の時に、教授がやったことにあった。教授は自分の新派がいるネットの掲示板にアプリケーションを流したんだ。処置博士、それはあまりにも危険では ?POI-490JP でも教授はそうは思ってなかったみたいだ。セーフティーとしてベクソン人以外には使えないようになってるとか、教授の掲示板には教授のシンパしかいないから、みんな教授の意思に従ってやってくれるだろうとか、教授は多分ネットの拡散能力を舐めてたんだろうな。その上ダウンロードするだけで誰でも使えたから、多分パソコンを持ってる全国民が手に入れられたんじゃないかな。ティッシュくれ。処置博士、ティッシュペーパーの束を POI-490JP に渡す。POI-490JP、鼻を噛む。ありがとう。そこからはまあ、ギスギスがさらにひどくなった。一人残らず全員が核兵器を持ち歩けてるようなもんだから。
表面的にはお互いに優しくしても、それは消されないためで。で、結局、破綻が来た？最初にやったのはどっかのじいさんだったよ。酒の席でボタンを押して、近所の公園で騒いでた若者が100人くらい消えた。そのじいさんもリンチされて殺されたけどね。そこから報復が始まってて、すすり泣き始める。処置博士無理をしなくてもいいんですよ。POI490JP。POI490JP、いや、最後まで言いたいんだ。もう、気づいたら、そこら中めちゃくちゃになってた。でたらめにそこら辺のものが消えてた。王室も誰かが消してた。ベクソンの少数民族も消されてた。寺も教会も消えてた。さっきわめき散らして報復を叫んでいたテレビが消えて、なかったことになってた。伝統的な建物もみんな消し去られてた。多分誰かがちょっと気に食わないとか、そういう理由で、どんどん消えてたんだろうな。しゃくり上げる、ははは、皮肉だ。お互いをみんな消しちまうくらい全員ベクソンが嫌いだったんだろうな。愛国団体が作ったのに。POI490JP、おえつ、最後はもう、なんというか、アスファルトも何もかもが消えてた。全部消えてるところで、たまたまお袋が生き残ってた。俺は、無事だったか。って言って、近寄って言ったら、お袋が俺を見て、あんたも私を消そうってんだろって、俺の名前を機械に打ち込もうとして。気づいたらお袋を殴り殺してた。俺、はパソコンに向かって打ち込んだ。全部消えろって。そしたら俺の足の下の地面が揺れ始めて、消え去って、海に投げ出された。しゃくり上げる。処置博士、黙って新しいティッシュペーパーの束を渡す。POI490JP、おえつ、全部消えちまったんだ。みんな、親父もお袋もみんな消し合って。なあ、いい国なんだよ。本当に覚えてないのか。博士、ベクソンって、覚えてないのか。処置博士残念ながら。録音終了。